卵雲顔のピダイは雲下目の雲の一群。体長4ミリメートル以下の小さな雲であまり目立ったものはない。体長は4ミリメートルまでの小型の雲類。背光は縦長か長さと幅が同じくらいで盛り上がり方は種によって異なるが中かはない。目は六眼で比較的大きくて互いに接近して配置するがその範囲は頭部の幅の半分以上を占める。 特に中目が大きく、銘器の形は横長となっている。上顎は長いが、その先の節に当たる牙は短く、牙包みには歯がない。下顎には小去子がある。腹部は卵形で下面に諸肺が一対あり、肝は諸廃肝と肝肝が各一対ある。肝肝門は諸廃肝のすぐ後ろにあるため、一見では、とたて雲下目のもののように、 初敗が2体あるかのように見える。糸イボには古い板はなく、糸イボは3体で前イボと後イボがほぼ同じ長さとなっている。前イボはないか、ある場合には、板状で1体の毛がある。腹部の背面と腹面に硬化したきちんい板を持つ例がある。これは柔らかな腹部を物理的に保護すると思われるが、同時に乾燥に対する防御の効果を持つとも考えられる。 単性域類に属し、オスのフレッシュ期間、メスの姿勢生,生殖期は共に単純な構造となっている。土壌性の種が多いが、樹皮の元や樹幹に生息するものもある。種として、暗い、湿った場所に生息するものであり、人為的な環境にはなかなかなじまないものが多いが、日本では、オキツハネグモが、人家や倉庫の中の物影などに生息している。網を張らない。 狩猟性のものである。世界の熱帯域から暖温帯域に500種が知られるが、熱帯地域には未記採種が数多くいると考えられている。 単性域類のイノシシグモ浄化ディスタイデアに所属するとされる。海分類としては蒸気のように500種が知られ、70属に分類されている。なお、腹部の背面と腹面に板状態のあるものを何グモ赤ギャマセモオフィニー、なくて柔らかな腹部のものを卵グモ赤、オオノピナへと大きく分ける。ただし、板状態は妖精では明瞭に発達しない場合があり。 判別が難しくなる例もある。実際に、日本から卵グモノパスコルタケリスとして記載された、ものは後にダニグモギャマセモウハ買ったフラクテの、妖精であったことが判明している。ちなみに卵グモ族の種は、日本未発見となっており、にもかかわらずこの属には名があって、加盟もそれによっているのは、この5人に基づく記載があるためらしい。日本からは6属11種が記録されている。 以下にその属と種をあげる。以下、主として、小野変著、P101 小野変著、P44 名 P131 名 P131 以下、小野変著、P101 P130 小野変著、P102 P102 小野変著、P101 小野、大型、P484 小野変著、P101 小野変著、P103 小野、大型、 P636 から337ありがとうございます。